小型秀は、韓国出身のサッカー選手。サウジプロフェッショナルリーグあるヒラル所属。元韓国代表。ポジションは主にディフェンダー。2007年、景気高等学校へ進学。同年の金鈴ス全ハイ全国学生大会で優勝し、1年生ながら、最優秀選手賞に選出された。3年生時には、フォワードも務め、マルチプレイヤーとして力を磨いた。2010年に、 4世代学校へ進学。センターバックへポジションを戻すと、落ち着いたプレーで、守備陣をリード。剣士を築き同年の U リーグで優勝を果たした。同期には白帽子東、牧大広志など、パスワークやビルドアップを高めたいという考えから、J リーグ入りを熱望し、2012年より FC 東京に加入。DF 加賀健一の負傷退場を機に出場機会をつかんだ。本職は CB だが、スピードに優れる一方で、DF ラインを高く保つことに不慣れであることなどから、SB でも起用された。10月27日の J1 第30節、札幌戦でプロイリアと初得点を挙げた。2013年は、CB、森重正とのパートナーとして、レギュラーを確保。持ち前の強さに、 うまさをプラスする2年間となった。2014年、中国スーパーリーグの広州浮力属級クラブへ完全一席。当初広州は同年開催のアジア、競技大会出場を許していなかったが、スベゴランエリクソン監督からチームでの活躍を認められ、蝶の未来のためにと出場を後押しされた。2015年7月には2019年までの長期契約を締結。 2016年には、リオデジャネイロオリンピックに出場すべく、ドラガンストイコビッチ監督に直談判して、リーグ戦から離脱。復帰後は、長短ともに正確なパスで後方から攻撃の起点となった。2017年は、外国籍選手出場枠の削減により欠場が続いた。2017年7月12日、FC 東京に完全移籍で加入し、4期ぶりの 復帰を果たした。2017年9月16日対、ベガルタ戦大戦で、太田康介の CEK からヘディングで復帰後初ゴールを挙げた。2018年は、FC 東京のキャプテンを務めた。2019年5月22日に行われた、ルワンカップグループステージ第6節サガントス戦において、後半76分、コーナーキックの競り合いの場面で、トス MF。 原川力の顔に肘打ちし、起立委員会より、選手に対する暴行、脅迫及び、一般大衆に対する挑発行為に該当すると判断し、リーグ戦2試合の出場停止処分が言い渡された。7月13日、サウジアラビアのあるヒラルへ移籍することを発表した。2009年、高校生ながら、飛び級で、公明保引ナス2 0代表に招集されたが、 本領を発揮できず、同年の FIFAU-20 ワールドカップの代表メンバーには残れなかった。しかし、この経験から2010年より、リヒカリ賞率いる U-19 代表で首相を任されるようになる。同年の AFCU-19 選手権では準々決勝で日本を下し、ベスト4入り。2011年の FIFAU-20 ワールドカップでも、 U-20 代表の首相を務めリーダーシップを発揮。郝はタルゼント CB を組み、同チームのベスト16入りに貢献した。大会後、u 2二代表となった、高名保のチームに再合流し、ロンドンオリンピックを目指す。郝正義と、金英圏に続く、第 3CB という立場ではあったが広志の負傷も、重なって、オリンピック本大会の U-23。 代表メンバーに選出された。主力として期待されるも、代表合流後にニガワ・コレールとの練習試合で、負傷し、登録から外れた。2013年1月、A 代表に初招集された。同年6月の FIFA フフワールドカップアジア最終予選、イラン戦で、国際 A マッチ初出場。最高期代表監督からは、守備力に加えて、 テクニックやパス精度にも優れていると評価されて守備的 MF に配され、イランのエースであるジャバド・ネクナムのマークを担った。同年7月、東アジアカップ2013に出場。2014年の FIFA ワールドカップでは予備登録に止まったが、同年9月開催のアジア競技大会では、オーバーエイジ3名が加わった中でも、リヒカリ賞によって、再び首相を任された。 同大会では、日本戦での PK を含むに得点を挙げ、守備陣のリーダーとしても全7試合、無失点という粘り強さでチームを28年ぶりの優勝に導いた。2015年は、AFC アジアカップ2015で、CB ボランチのバックアッパーとして守備固め及び、気迫と用を前線に上げるための攻撃の一手として、重宝がられたのに始まり、東アジアカップ2015では、 日本代表戦での国際 A マッチ初得点を含む活躍で優勝と MVP の2タイトルを獲得。さらに車ドゥリー引退後の右 SB にも抜擢された。自身を地味ゲームで言えば平均能力値50と評しつつも複数のポジションを柔軟にこなし売りしていけ、監督から絶大な信頼を寄せられて出場時間を大きく伸ばした。前述の通りロンドンオリンピックには 出場できなかったが、2016年6月、リオデジャネイロオリンピックの韓国代表に、オーバーエイジ枠で選出された。サルダイリ大流監督は、首相候補に長と、孫興味を挙げていたが、長に、選手の支持が集まったため、同大会の首相を務めた。ユーティリティ性を活かし味方選手の負傷にも、柔軟に対応、選手間のミーティングを主導し、若いチームを支えた。 2017年9月に韓国代表の副キャプテンに就任し、キャプテンの木誠洋が不在の時は首相としてチームをまとめた。12月に開催された E-1 選手権2017では首相としてチームを優勝に導き、自身も大会最優秀ディフェンダー賞を獲得した。2018年10月、兵役免除の際の社会奉仕活動について、 義務時間より短い活動時間だったにもかかわらず、本来と変わらない時間活動をしたと虚偽の申告をしていたことが発覚。翌月、代表からの永久追放と罰金300万円がクファにより確定したと報じられた。ありがとうございます。